さんま陽先生です。もうね、で難しいんですね。あのね、こっちの GPP USB が機器なんですよ。こう言っててここまで来てるんだけど全部取れなかったんですね。2個だけしか取れなかったんで、それで3個残ってるんですね、これね。ちょっと待ってですね。ターミナルで。ね。で。ね。GB、3個ですね。3個。上行っちゃったらおしまいなんだけど、近いんですね。最大値マイナス1960円ですね。組織は78万2035円ですね。これ今1000ロット、最低ロットずつで何個か投資してるんだけど、チャンス見てんですね。チャンス見て、こうやってやっててね、コンディションを整えてから、チャンス見たら、こういうとこにバーンと打つんです。それで、ね、それでね、1対1、今500ピップスと500ピップスでストップリミットをやってるんです。あのね、それが一番いいです。投資は。ね。これも500ピップス、500ピップスでやってるんですね。損切りを。損切りと利益食いをね。で、500も取ると規制が80以上なんで、もう全然平気なんですね。だからいくらでも投資できるの。この500も上げてね、ピップスも。で、1時間足で分析してるね。で、ちょっとこの頂点の上ですね、上にぶつかってるというのが大事なんですね。ちょっとね、調整ちょっとします。ちょっとね、色のバランスとこれちょっと太くしました。だから、このサインでぶつかった時が目安になりやすいからね。このぐらいの方がいい、見やすいんじゃないかなね。この時ですよね。これ出てる時ですね。これね。こう出てる。ちゃんと出てる。こういう時チャンスなんだけど、ね、これ出て、ここ出てるんですよ。どんどん上がっちゃってる。だから、そう簡単な甘いもんじゃないで、外すことがあるんですね。これ4000の方がいいかな。ね。これ危機なんですよ。これはね、上がストップリミット。これもこの線に大体ぶつかってるんでやってみたの。シグナルはもうわかるんだけど、一応このシグナルはね、この勝率、今立ち上げ直したんで、また分析中なんですけどね。バイナリーオプションはね、負けてますね。4本負けてますね。FX の方が、FX の方がいいなーっていう感じするけどね。証拠金これだけか。ねえ。これ打ちたいとこなんでね。上がっちゃったこれ、ね、ストップで出ちゃったら、これ3本損してもね、ここで2本取ってんですよ。これ、ん？
けてた、これ。これ2本負けてって何だろう。ちょっとこれ3ヶ月かどう。そういうことだな。ね。あ、取ってる。2本取ってる、取ってる。これ2本取ってんだよね。これなんだろう。GBP でしょ。GBP2 本負けたの？これでチャラでしょ。これチャラなんだね。なんか時間やってみた。ね。GBP でしょ。3本あるんでしょ。2本負けちゃったんだ。3、4、5本あったんだな。5本あって2本負けてチャラか。使っちゃったんだ、ここで。なるほど。ここ利益取ってたんだけど、これ GBP じゃないの。俺最初に取ったと思ったんだけど、GBP は。ねえ。これチャラじゃない。これ上がりそうですね、まだね。ここ損切りしちゃうね。1000円マイナスになっちゃうね。で、こっちで1000円勝てるかですね。3本あるわけね。これ、これとこれで。これ1本と2本か。だから、1本と2本だから1500円でしょ。で、これで負けたとしても取り返し効くわけですよ。もし上上がっちゃったらね、3本でしょ。これが生きてればね。500ピップスだからね。ちょっとね、設定値 60% にしてみますね、これね。これで50の60にしてみようかな。ね。60の50にしてみました。そういうとこどうなんだろうな。あのね、とにかくこういうのはライブで、小額でね、通して練習するんですよ。徹底して、稼げるまでね。で、熟練したら、ね、あ、出てきたんですけどね。勝率 60% で、1億円投資をするわけです。
ってこんな資金だから吸ったって大したことないん、全然1年間で10万ぐらい するぐらいですよ、ね、たったプライベート投資の少額投資ですね。それ徹底してね、生み出すんですね。稼ぐのは1億円だからさ、こういうことで訓練してないと絶対稼げないです。60% では出るんだな。60% の100にしてみるかな。ちょっと待ってね。今度これ200%で出ないかって。その代わり60%ですよと。200ピックスで。これ単純な RSI が9とか72とか、これいろいろ RSI をでいろいろ確かめてみて、で勝率出させてるんですね。で この片寄せボリンジャーバンドでねと RSI だけです。これは難しいことないです。ただ難しいのはこのパーセント時とかピップスの計算ですね。これができないとダメですね。この勝率とピップスが求められることでね、自分のこういうのあるでしょ、決めたいのは。ただこの数字勝率がちゃんと出せるようにっていうことですよ。どんなインジケーターでもいいんです、何でも。ね、インジケーターあるでしょ、ここにいろいろあるんですよ、インジケーターって。でね、あ、出てきた、これはいろんなのあるでしょ。誰も聞いてないからいいか、検索してあげる。200以上の効果ね、結構あるね、これね。平均200ピップスだけど 60% だからね。全然意味わかんないな。なんだよこれ。
あ、なんだろう、ボールに違うでしょ。これなんか意味あるな。打ってきたから先手ね。横行き出したからね、これセール効くね、これね。行けるとこ。チャンスだね。どんぐらい作るの？見せられるかな、ね、チャンス。いくよ。2003。これ3分ぐらい来たよね。このぐらいでチャンスしたね。これ負けたってしょうがないってね。で、ボリンズはエンベロープ、これ触れそうだなっていう検討なんだ。それで122万5842円使ってるね。こうなんていうことないでしょ。 FX って難しくないですよ。難しいのは、難しくないのはこれ、いつもこのねバイセール見てください。こし500と500だけでやってるんですよ。500と500だけですね。500だからピックスだから、これ500かけるピックスでやんないといけないかな。ちょっと待って、ポイントでワールドどうなんだ。それ調整しよう。あのね、
スレッドとの差を見とかないといけないよね。あ、どうもありがとう。